川上山和和谷八幡宮は、三重県津市三杉町にある、和宮八幡宮。日本最古の和宮八幡宮である。社殿によると、岩の姫の皇后のご領地で、仁徳天皇はこの里の開拓を行ったために、李中天皇の御代に豪民が、仁徳天皇及び、岩の姫の皇后のご遺徳を偲んで、伊勢平野を見下ろす、修元業さんのふもとこの、 川上の清七を選んで五社を設け、その御霊を祀ったのが、日本最古の東亜神谷八万宮であると、伝えられている。伊勢国史の北畑家から非常に通敬された社であり、この社を通敬するあまりとなり村の滝に城を作り、神霊を建じた上で、鳥屋小河郎を上地の奉行とし、家臣であった岡戸家を、英代の官主として、太子不号を授けたとされている。また、北畑家氏は、 当社の尊厳を保つためには、他の管主家の住宅以降は席を設けて、一般の参拝を禁じたとされている。春秋の大祭に、伊勢国氏自らが参詣して申請はまず真意に、図って実施するのを常とした。縁の行者や大谷行部、剣豪の塚原牧伝などが、多岐行に訪れた霊場であるとされており、中世紀には、伊勢国における、 主言道の中心的聖地として流盛した歴史もある。同神社には、仁徳天皇に背き、都から出本して、伊勢の地で斬首された、早武分家王子と、面取り王女の首が流れ着き、それをお祭りしたとの伝承や藤原地下戸伝説の中でも、斬首された首が川を登って、この川上の地に漂着したとの伝承もあり、 若宮八幡信仰の御霊信仰的で複雑な一面も存在する。主神仁徳天皇、岩の姫の皇后廃止、早草分け王子、面取り王女、上長姫、桂木卒彦命、竹内宿年命、小瀬の小柄宿年命、孔子、須佐野小野孫、神宮皇后、八幡神。ありがとうございます。